福沢駒吉福沢駒吉1月5日から1945年3月18日は大正から昭和初期にかけて活動した日本の実業家、電力王と呼ばれた実業家、福沢桃介の長男で福沢ゆ吉の孫にあたる、父の電気事業に参加したほか、化学工業を起こして東亜合成化学工業所大社長となった。 福沢駒吉は1891年1月5日、福沢桃介の長男として生まれる。母は福沢幸吉次女のふ当時父桃介は北海道で炭鉱と鉄道を経営する北海道大鉱鉄道に勤めており、某を連れて東京から北海道へと赴任していたが、出産にあたって東京に帰ったため、駒吉は東京三田の幸吉邸で生まれた。 小牧吉が生まれた後、父ももは実業家として成功を収める。1913年、慶応義塾大学部法律科を卒業。同年アメリカ合衆国を留学する。帰国後、父ももから相田工業の事業家を指示される。小牧吉は科学者山崎神五郎の指導の下、1916年4月、事業家に向けた試験を行うために、 東海ソーダ工業所を愛知県名古屋市に設立した。用地は父が当時社長を務めていた名古屋の電力会社名古屋伝統の社有地であった。同年12月、試験結果を踏まえて東海ソーダ株式会社が発足、小牧吉は同社の初代社長に就任した。当時25歳で、これが実業家としてのスタートとなった。 東海ソーダは、翌1917年12月に、工場の創業を開始し、移行順調に事業を拡大した。1922年4月、父が設立に参加した、電力会社や萩水力株式会社の取締役副社長に就任。6月には、名古屋電灯の後ろ身で、父が相談役を務める大手、 電力会社東方電力株式会社の取締役にも就任し、後に常務取締役に昇格した。1928年4月、井上角五郎の公認として、矢作水力社長となる。同社は、同じ福沢系の天竜川電力や白山水力を合併し、企業規模を拡大していく。さらには、余剰電力の受け皿として、 窒素工業に進出し、1933年5月に矢作工業株式会社を設立、流安などの製造を始めた。小牧吉は、この矢作工業の社長を兼任した。電気事業では他にも、父が初代社長であった大道電力株式会社の監査役に1931年12月、就任し、1939年3月まで、務めている。一方、 ソーダ事業では、東海ソーダの後継会社として、昭和ソーダ株式会社を1928年12月に設立。これも、社長を兼任し、工場を、翌1929年12月名古屋市港区昭和町に新設する。昭和ソーダも、順調に業績を伸ばしたことから続いて、姉妹会社の設立に乗り出し、1934年5月。 鶴見相田株式会社を設立し、横浜市に1935年5月四国、相田株式会社を設立し、香川県にそれぞれ相田工場を建設した。1940年3月、矢作水力は矢作工業を九州合併。また、同年10月、同社の会長に就任する。しかし、矢作水力は、 太平洋戦争開線に伴って強化された電力国家管理政策により、1942年4月、国策電力会社である日本発送電及び中部配電に電気事業設備を出資して解散した。解散直前、矢作水力の窒素工業部門は矢作工業として独立。小牧地は矢作水力に代わって同社の社長となった。選挙区の悪化につれて、 効率性向上が急務となったため、小間吉が社長を務める化学メーカーは、事業統合を推進した。まず九百四十二年六月昭和ソーダが、姉妹会社の鶴見ソーダ、四国ソーダを合併。続いて九百四十四年七月には、矢萩工業と昭和ソーダに、三井化学工業系の北海ソーダ及び、レイヨンソーダを加えた合計四社が合併し、ソーダ工業と、 窒素工業を要する化学メーカーとは、合成化学工業が発足した。三井化学工業から小原和作が会長に就任し、小牧地は引き続き社長を務めることとなった。しかしながら、とは合成発足の頃から体調を崩し、同年11月に社長を辞任。以後療養生活を送るが、翌1945年3月18日に、 神奈川県鎌倉市を大ギガヤの別邸で死去した。万54歳坊津。1918年1月、いとこの八重子と結婚。この時父桃助は、当時立憲政友会総裁の原隆慶応義塾塾長、鎌田英吉など有名人504名を招き、築地西洋券で豪華な祝縁を催した。趣味は、自動車。数台の自動車を保有して自ら運転し、 自動車販売会社も経営した。ありがとうございます。